名言いかがですか？笑って学ぶ神言葉。はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。収録を終えまして、ね、今回で、うん、なんと50回を突破したということで、いやありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、聞いてくださってる皆様、はいはい、あっての番組でございますので、はい、今日はね、なぜかティッシュを間に挟んで、ね、いつでも鼻がかめるような状況でね、やらせていただいてますけれども、ね、どうですか、50回ってすごいですね。いやすごいですね、うん、まあ今回もそうですけど、うん、ゲストのね、皆様も来ていただいたり、うん、まあなんていうか社長もね、50回の間では、あ、そうね、以前で言うとね、うんうん、結構こうゲスト会もが定期的に来る感じで、ね、豪華ですね。豪華です、うん、常務も来られましたし西原さん の上司も、あ、上司も飛び入りゲストで、うん、来てくれましたし、うん、今後もなんかもしかすると、うん、違う方が、ね、来てくれるかも。西原さんの隣の席の方が来てくれるかもしれませんしね。めっちゃ嫌そうに来るかもしれない普段の業務ね、態度をね、いろいろ言ってくれるようなね、会になるかもしれません。ちょっと楽しみですね、今後も。本当です。東浜投手もね、そうよ、うん、本当に来てくれたし、うん、来てくれたというか、ね、繋いでね、うん、やってくれましたけれど、けどほら、また出演してくださるって言ってましたもんね。これ現地を取ってますから実現しましょう。実現しましょう。はい、うん、なんかでもそういうね、うん、どっか行くとかね、出張みたいなのもあるかもしれないですよ。宮崎、わかんないです。宮崎なんて、おいおいおい、宮崎なんて最高だな、本当にあるかも、もしかするとね。ほらね、前回ほら宮崎キャンプから、そう中継でね、中継で、うん、振り返りね、なんかもうちょっとね、あの名言の好きなやつを言いたかったですけども、はい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 、なんかね、うん、後半の西原さんの名言の方にフューチャーされちゃって、うん、そうなんですよ俺本当にね、本当はね、名言をたくさん言いたかったのに、うん、私が言った回答ですね、今名言クイズ、うん、あれは名言じゃないですからね、本来は迷う方の名言でね、はい、いやでもね、うん、これあの今日ね、資料にしてくださって ね、うん、ね、あの今までの名言みたいなの見せてもらいましたけど、うん、あれ本当にいい資料だなと思いました、ね、ちゃんとしたね、うん、本当の名言と、うん、私の言った迷う名言と、うん、両方資料でいただいて、ね、並べていただいて、うん、本当にね、あの偉人の名言はね、本当に素晴らしいなと思いました、ね、うん、書籍とかね、なんかで ね見れるようにしていただければ。いや、なんか落ち込んだ時とか、うん、いいかもしれないですね。確かにね、あのなんか仕事で悩んだ時とか、うん、なんか名言リストみたいなのを、あ、いいね、こうパーっていって、うん、エピソード25、うん、これだ。でも西原さんの名言でもなんか励まされることいるかもしれないからずっと聞いてくださってる方はお気づきかと思いますが、多少ですね、うん、お酒とか居酒屋が多いんですよ、うん、そうですね多少というか3回に1回ぐらいはなんか出てる感じがするな、はい、なので、ね、なのでお酒好きな方にもいいかもしれないですね。あの、そうですね、お仕事でね、なんか失敗して終わって、うん、夜お酒飲む時とかに名言お酒飲みながら読むんやあ、いいです、ね、はい、なんかそういう感じでね、うん、なんかちょっといろんな皆さんにね、またね、過去回とかも聞いていただいて、そうですね、うん、楽しんでいただければと思います、はい、うん、引き続き50回、はい、51回、52回と続いていきますので、うん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。